1945年冬、キャニーとの壮絶な戦いは、ポツダム宣言の受諾を承認しない軍国主義者のクーデターとして処理された。が、キャニーによってもたらされた脅威は世界に暗い影を落としていった。一方、アメリカ国防総省に厳重に封印されていたキャニーの新型兵器データが何者かによって外部に流出した。それを手に入れ、再び世界を混沌へと引きずり込もうとする新たな組織 FGR。 この事態を受けて、新兵器開発実験部隊としての任についていたストライカーズが再び世界の守り手として招集された。